はい、皆さんこんにちは、マグレットです。今回はやけくそ育成シリーズのディルック回をやっていきたいと思います。まあディルック今まであんまりね動画でも使ったことないですが、ようやく、使うチャンスが来ました。ちなみに今回の育成は、新しい生物双白4セットを装備してディルックでブンブン銃撃を振り回していこうという、育成になっております。新生物双白の炎4セットはこちらになります。条件さえ満たせば物理ダメージプラス 50%、 攻撃力プラス 18% という破格の生物になってますね。ただ意外とこの条件満たせるキャラって少ないんですよね。まあやろうと思えばできるキャラはいっぱいいるんですが、ちょっと管理が難しかったりいちいち面倒だったりします。ですが今回の主役ディルックなら超簡単。元素スキルは3段階まで打てますから、このように2回打っただけでもうすでに双白の炎4セットの効果が起動しています。さらにですね、ディルックの元素スキル1段目を打った時点で元素スキルの全体のクールタイムが始まりますんで、1、2、3段階目ゆっくり打っていくことでもう残りクールタイム4秒とか3秒とかになりますね。双白は7秒以内にスキルをつないでいけばいいだけですから、特に気をつけなくても簡単に双白4セットを維持できます。双白との相性は全キャラ中でもトップクラス、フィッシュルに次いで高いんじゃないかなと思います。いやこれは使わない手はないですよね。これはもう物理型やるしかないなと思いまして、今回は物理銃撃ディルックを使っていきます。まあその代償として元素爆発撃っちゃうと炎付与されちゃいますんで、爆発は禁止ですね。基本的に撃てません。ただ実はディルックって両手キャラの中でも最も通常攻撃倍率、銃撃倍率が高いキャラでありながら、実は固有テンプによって銃撃の消費スタミナが減少、さらにね継続時間が伸びるという効果を持っています。なので意外と物理キャラ、通常キャラいらしても強いんじゃないでしょうか。試していきたいと思います。でもう一点今回注目したいのは鍛造武器の古化試作です。古化で敵を殴ってみると見てください、このダメージ3万5000の追加ダメージが発生しています。古化試作の追加ダメージももちろん物理ダメージになりますから、今回の双白4セットの効果もしっかりと乗ってこれほどのダメージを叩き出せます。この武器のおかげで物理となおさら相性が良くなってます。では前置きが長くなってしまいましたが、早速ねこのディルックを使った戦闘をご覧ください。では実際に物理ディルック使っていきたいと思います。まずは深淵でシールドを張りつつ敵の物理耐性ダウン、これディルックにとっては最高の相方、まあ、物理ディルックですけどね。はい、で双白の炎を起動しつつさ殴っていこう。うわーい、いいダメージ、効果、おー、しかものけぞって、今だチャンスチャンスチャンス、めちゃくちゃえぐいこれ。もう一瞬で第一形態突破、普通に軽くあるな。で、はい、双白起動していいですね。あとは殴るだけ、よし回避、いいですね。深淵シールドがある場合だずっと軽く出ますから、あーちょっと剥がされたか。まあまあもう一回貼り直してある程度受けれますね。よー素晴らしい、いい火力。どうしよう、ロサリア使っちゃってもいいな。ロサリアいきますか。はい、これで敵の物理耐性ダウン&会心率アップ。さああとは銃撃、いいダメージ。1万超えがもうバリバリ入っていく。うわー強い。瞬殺しましたね、ありがとうございました。はい、というわけで双白4ディルックはこんな感じになってました。ここからは正直な感想と言いますか、まあ、ぶっちゃけたね話をしていきたいと思います。まあ、毎回おすすめではないっていう風な話はしてるんですが、今回の育成正直結構やれるなと思いました。
ディルックやっぱ自力が高くてすごいね、倍率自体が高いですから、まあ、物理やらしても全然軽く出せましたね。何より蒼白の4セットがめちゃくちゃ強い生物ですからね、これをちゃんと使えるキャラクターは強いです。ディルックも元素爆発は使えないというね、大きなデメリットはあるものの、枯渇作という単造武器でもこれだけ火力が出せますから、まあ、結構やれるんじゃないかなと思います。特に最近の新コンテンツは物量子といいますか、イベントの方も螺旋の方も物理が優遇されてますからね。まあだからといってディルックでやる必要は全くないんですけどね。ただまあディルックって現状の装備から蒼白4セットに付け替えるだけでもそのまま物理キャラやれますから、まあそういう意味では全然ありですよね。最近はフータオの追加とか炎飛の追加とかもあって、既存炎キャラがまあちょっとね使う機会減っている状況でもあるんですが、物理やれるので多分この中でディルックだけですからね。フータオの物理はちょっとさすがに無理だと思いますんで、まあそういう点でも差別化やっぱできてるなと思います。というわけで今回の、まあ、おすすめ度としては5点満点中、まあ、3点ぐらいはねあるかなと思います。まあ、毎回1点とか2点ですから、今回ぐらいはちょっと高得点で、ただ育成する際は自己責任でお願いします。はい、それでは皆さん今回の動画もご視聴ありがとうございました。また今後もね、やけくそ育成とかも上げていきますんでよろしくお願いします。それでは皆さん今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。